それでは NLP2018 の参加報告を言語処理研究室の西山から発表させていただきます。今日の発表する内容が大きく3つのカテゴリーに分かれていて、道語処理とベクトルの表現方法と、あとは自動評価の提案手法について話します。あとは所感ですね。大体3つぐらいずつ話します。まず道語なんですけど、この3つですね。低頻度語処理と、あと道語への処理ですね。でこの下の2つがおそらくなんですけど、こっちの論文がこれをこう内包する形になってるんで、紹介するのは上の2つだけです。で最初の手法なんですけど、今まで低頻度語っていうのはほとんどヌルトークン化っていう、その1回しか出てこないものは全部 UNK っていう記号で表すっていう方法だったんですけど、それでやっぱり、今はおかしいけど今まではやってこなかったっていう話 でそれを置換する方法として、なんか高頻度語を低頻度語、じゃない、低頻度語を高頻度語に変換するっていう方法があったんですけど、それでできない部分を全部ヌルトークン化してたんです今まで。でさらにそれを細かいグループに分類するっていう研究になってます。なんですけど、目的としてはその対話なんで、対話を細分化したいってことなので、その細かいこれが名前なのか地名なのかっていうのは分からないんですけど、とりあえず分類するっていうのが目的でした。結果として精度は向上しませんでした。なんですけど、まだこの、多様性評価ですね、この反応細分化って部分ちゃんとしてないので、もしかすると反応は細かくなってるけど、精度として数値としては向上してなかったっていう、あとで話す評価方法にもあると思うんですけど、多分評価方法として適切じゃなかったのかもしれないです。で次がこれが、低頻度語処理、また低頻度語処理なんですけど、低頻度語を高頻度語へ変換するときに、ニューラル翻訳の場合って語彙数増えると次元数が増えて計算量が増えて、パラメータ数も増えて学習できないとか、そういうことがあるんで、やっぱり低頻度語を一部何かの単語に置き換えなきゃいけないんですけど、それをしたくないので、現言語から最も近い単語っていうのを探すっていうのをやってます。例えば、He is この部分ですね、通風の部分が、なんか道語になってると。でその部分を一回日本語のどれに、当たるのかっていうのをアライメントを取るんですね。でこのアテンションの方法がさっき の3件目の文献に書いてあります。でこれで、このヤンっていうのが英語で言うとこれですよっていうのが分かって、じゃあこの道子はこれですねっていうのが分かって出力されるっていう風になってます。単純に出力するのではなくて一回辞書を挟むっていうのが、新しい方法になってます。でこれで、何がいいかっていうと、翻訳精度はもちろん向上するんですけど、道子だった部分が埋まるんで向上するんですけど、それに比べてさらに計算時間が短縮されるっていう、そのもし言語モデルに道語も全部含めて学習させるよりは早いっていうのがありました。でこれが、今のがですね、道語処理に関する問題で、次はベクトル表現って言ってもなんかあれなんですけど、今のニューラル翻訳って全体的にだいぶ何でもかんでもとりあえずエンベディングして、でその高段処理をなんかするっていうのがあるんですけど、今までだいたいワード2ベクとかでやっていて、周辺の単語の頻度とかからなんとなく単語の表現を表してたんですけど、それに対してなんかもう少し細かくベクトル表現が表せるんじゃないかっていうのが、この3件だけじゃないんですけど、いっぱいあって、そのうちの3つ出してます。1個目なんですけど、これが文書のベクトル化ですね。なんかある文書があって、その、作者の人に対してなんか近い人出したりとか、その作者の研究している分野に近い人出したりとか、あとはその人が出した年代に近い人出したりとかっていうのをやってます。でその方法としてこの LINE っていう、なんか僕最初見た時 LINE の、 アプリケーションの方かと思ったんですけど、違います。これなんかグラフ構造の要素をベクトル化するっていう方法があるらしくて、それがこの LINE っていう方法とトランス E っていう方法があるらしいんですけど、これを使って文章をベクトル化して、何らかのベクトルを作ってみようっていうのをやってました。でその曲線の中には文章だけじゃなくて、その作者とか年代とかも入っているので、そこがある意味新しい部分なのかなと思ってます。で最終的に評価するときに、例えばこの人につながっている人がこの人だって言われても評価する方法がないので、とりあえずツール化してみて、目で見てみて、なんか良さそうだねっていう話は伺いました。ただ結果としては、なんか既存の評価手法でやるとそんなに優位性がなかったような気がします。なんですけど、ツールを出してたのでだいぶそういう印象的には残ってます。
あとは、これかなり簡単なモデルなんですけど、文章じゃなくて今度もう一個落として、文の分散表現ですねを出してるんですけど、まあ文入力してその文を何らかのベクトルに変換するっていうモデルですね。まあ本当に簡単なモデルなんですけど、これでやると、類似度の高い文章は獲得できなかったっていうのが結果になってます。でこれ僕は面白いと思ったのは、この今まで文脈を捉えられてるっていう、LSTM だったんですけど、単純に突っ込むだけだと捉えられてはないっていうのが、まあ、個人的には面白いのかなと思ってます。でこの後、まあもう少し細かいモデルを作るっていう話をしてました。で3件目が、これが優秀賞かなですかね、なんか賞を取ってたような気がするんですけど、20万語今単語を表すためには約1億のパラメーターが必要っていうふうに書いてあって、まあそんだけいっぱいあるともう調整も大変ですし、適当になる部分ももちろん出てくるっていう、まあ、どっかで妥協しないといけないんで出てきてしまうんですけど、それをじゃあモデルの性能を下げずにこのパラメーター減らせれば一番いいよねっていう話で、じゃあどうやって減らすかっていうと、ある単語があった時にその単語のなんていうんですかね、その表す構成要素をベクトルの次元にするっていう、例えばマンとキングだったら、まあ、マンっていうのがあって男性っていうのがあって、その男性の、まあ、ある上位階級の人をキングって呼ぶみたいな、そういうカテゴリーに分けてあげると、まあ、確かにそのカテゴリーの分の次元はもちろんできるんですけど、この男性か女性かだったらたった2次元ですし、まあ、そういう部分でこの 文をそのまま突っ込んで単語の分だけ次元が増えるよりはだいぶ小さくなるっていう話をされていて、まあ、実際なんかこう確かマンとキングのベクトル見たときに一番端から2個目までが一致しているっていう、じゃあこの2つの次元はおそらく男性か女性かを表しているみたいな、その話をされてたんですけど、それをすると精度低下なく感情分析と機械翻訳の分野で、まあ、約 95% この次元を削減できたという話をしてました。でこれもちろん計算速度とかも関係あるんですけど、これからニューラル翻訳を使ったアプリケーションを作るときに、もっとちっちゃいスマートフォンとかでやらせるとどうしても計算量が全然足りないので、それを補うって意味でもこうやって次元を圧縮するっていうのが大事だっていう話をされてました。あとは自動化、もうさっきから結構言ってたんですけど、ブルーとかライビーズとかさっきいろいろ言ってたと思うんですけど、そういうものだと、もう今ニューラル機械翻訳ってもう出てくる文章が全然表層が違うんですね、全然。でそうすると表層が違うとブルーだとかなり N グラムで取ってる部分があるのですごい精度が下がってしまうんですけど、じゃあそれは本当に評価として正しいのかっていう話をされていたんですけど、まあこう3件だけじゃなくてあったんですけど、まあ、ちょっとこの下の2件僕のちょっと理解が怪しいので、ここはちょっと紹介せずにここだけ紹介します。でこの評価手法は分単位の機械翻訳の自動評価になってます。で、まあやっぱりブルーとかだとどうしても表層を見てしまうので、表層じゃなくてもう少しなんか深い部分で評価をしたいっていうのが目的になっていて、で文のベクトルを事前に学習しておくっていうことをやっておいて、翻訳文と参照文から翻訳の自動評価を推定する階級分析をやってます。なんでまあ、翻訳をするモデルを、推定するモデルじゃないですけど、翻訳の評価を推定するモデルを作るっていうことですね。でそれをすると、まあ、絶対評価されたすごい小さなデータセットがあるらしいんですけど、そのデータから、その絶対評価に基づく評価をしてくれるモデルっていうので結構いい評価が出たっていう話はされてました。まあ、なんかこれだとそのモデルがないとみんなが同じ評価できなくなるので、そのモデルの配布とかがもしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ、なかなかニューラルっぽい評価手法なのかなというふうには思いました。あと2つはちょっと正直怪しいんであんまり紹介しないです。で、最後にまとめじゃないですね、所感なんですけど、今回、参加者がついに1000人規模になったということで非常に大きな大会になってて、まあ、会場自体もかなり大きかったので、スポンサーの企業の方ももうなんかほとんど去年と比べてだいぶ多くなっているようなイメージがありました。まあ、すごい企業に注目されてるんだなというふうに思いました。あとスポンサーイブニング、僕出られなかったんですけど、スポンサーイブニングっていうのは新しくて、まあ、今までになかったもう少しこう生徒との距離を縮めようみたいなのが増えてますね。あとは精度を詰める研究が個人的に多かったのかなというふうに思ってます。まあ、今までももちろんそうだったんですけど、もっと詰める部分ですね、道語っていうのを今まで全部アンノーンにしてたっていうのをもう少し詰めて考えてみようとか、ベクトル表現だったら、まあ、今まで適当にとりあえず作ってみてでうまくいってたんですけど、もっとうまくいかせる方法っていうのはどういうのがあるのかとか、あとはまあこれ、まあ、例えなんですけど、精度 95% から 96% に上げるにはどういうのをすればいいのかっていう、今までその手法の部分を詰めてたんですけど、じゃなくてもう少し一歩手前の、道語ですね、これ触んなく
くて良かった部分を触ってみるっていうのがなんか多かったようなイメージがありました。あとはまあ企業と提携した部分がなんかまあ去年にも増して多かったような気がします。なんか大量のデータを使うためにはまあ学生だとかなり厳しいので、それを持ってる企業と提携してより深い研究をするっていうのが多かったような気がしました。以上で発表を終わります。ありがとうございました。